パンダマです。今日はゴーヤを使ったサラダを作ります。これはね、アビちゃんから教わりました。卵を2つ茹でます。その間にゴーヤを切ります。どうやって切るんだろう。とりあえず半分。あ、なるほどね、もう理解。この間を取ればいいんだね。ゴーヤカット完了。苦い、匂いが苦い。人参も切っちゃう。人参は軽く茹でます。この中に入れちゃう。ゴーヤはお塩を軽く振って軽く混ぜます。この時揉まないで混ぜるらしい。沸騰したお湯でさっとゴーヤを茹でます。1分くらい。危なで、キッチンペーパーで水分を取る。で、この時も絞ったり揉んだりしないらしいです。軽くね。ツナ缶、油は切ります。人参、ツナのところに茹でた卵を入れちゃう。ドン。マヨネーズ入れる。適当です。あ、うまいじゃん。ゴーヤを追加。ドン。で、よく混ぜます。ちょっとだけ塩コショウで味整えます。パプリカパウダー。ドン。完成。ででん、ゴーヤサラダ。それではいただきます。ドン。暗いっていうか熱っ。なんかすごい料理しただけなのにめっちゃ汚くなった。では食べてみます。ゴーヤ、苦いやつ。いただきます。うん、苦いけど、すごい苦いけど美味しい。シャキシャキしてる。うん、うまい。あのね、野菜嫌いなくせにね、ゴーヤは好きなんだよね。もうよくわかんないでしょ。トマトとキュウリが嫌いと思っといていただければ問題ないと思うんだ。うん、うまい。もう8月だよ。8月、みんな何するの8月。とりあえず今日なんでドジャースのT シャツかっていうと、ダルビッシュが移籍というのが朝一のニュースだったので着てみました。いつだっけ、いつか覚えてないけどさ、マイケンがさ、バッターボックスに入ってさ、ダルビッシュがなんか全部の球を見せたみたいな時があったよね。確か結構昔だよね。もうなんかさ、ダルビッシュってさ、すごいよね。感覚的な要素もあるのかもしれないけど、すごい頭脳派っていうかさ、全てを知り尽くしてるっていうかさね、なんか超思う、それを。ごちそうさまでした。一個お勉強しようかな。落ち込む必要なし、男性がデートでチェーン店を選ぶ理由。私はむしろチェーン店の方が、チェーン店っていうか、ちょうちんが、あの赤ちょうちんの居酒屋とかの方が嬉しいな。でもさ、その辺考えるとさ、いつもさ、なんかそのさ、彼氏いないけど、デートはね、デートはしてるよ、それなりに。最近はしてないけどな。まあ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 、あのね、だいたい皆様、あの素敵なね、お店をね連れてってくれるんだけど、あの、ね、仕事帰りとか緊張するお店行って、それで私疲れちゃうみたいなことがあってから、これ読む前だけど、全然チェーン店っていうか、そのなんか緊張しなくていい、なんかこう、なんて言うんだろうな、気楽に飲める場所を選んでくれると嬉しいなって私の場合は思う。
男性がデートの途中でファミレスのチェーン店に行こうと言い出したら手抜きされているのかもと内心少しがっかりする女性は多いのでは。しかし男性には男性なりの理由があると言います。チェーン店彼女を連れて行くのは男性がいい意味で格好をつけなくなったことの証だそう。あ、なるほどね。レストランのランクイコール本気度ではないという。レストランのランクイコール本気度と思ってる人いる？そんな女性いないと思うんだけどな。あ、でもそっか、前理想のデートとかをみんなと話してた時は、そっか、気合の入ったとこ、まあ、難しいね。なんかね、割り勘の話をおかまちゃんにすると、それは男のプライドを傷つけるから、女は財布を出す素振りだけでありがとうって言ったり、何も言わずにお会計の時間になったらトイレに立ち去ることも大事だよっていうのは教わった。難しいけどね、その人の関係とかにもよるけどさ、稼ぎとかにもね。男性のプライドってよくわかんないよね。プライド傷つけちゃいけないみたいな。まあ、私結構多分ズガズガ傷つけるタイプだけど、平成生まれたちは多分割り勘とかが主流になってきて、なんかね、チェーン店とか普通に行くイメージだよね。こんな感じでうまくまとまんないな。これね、一人で話してるとね、本当にね、なんだっけってわかんなくなっちゃうの。しかも、この日常生活さ、これ喋ろう、あれ喋ろうっていうのさ、こうやってご飯作ってる時って決めてないから、ちょっとね、よくまとまんないけど、終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日。バイバイ。